皆さんこんにちは、ヒカックゲームズです。本日は何の日かご存知でしょうか？そうなんです、プロ野球誕生の日、ジャイアンツの日でございます。1934年昭和9年のこの日、アメリカのプロ野球との対戦のため現存する中では日本最古のプロ野球チーム、大日本東極野球クラブ読売巨人軍の前身が設立されました。今日はみんなで神引きして、原監督のようにアルタッチで新年迎えようぜ。はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィニングレバープリ2020やっていきたいなと思います。最後、2019年最後の木曜日更新の FP ガチャやってまいりましたので、はい、今日も全力で楽しんでいきたいなと思っております。いやー、来ましたね。いやー、久しぶりっていうか、なんかガチャ引くのがすごい久しぶりの気がするんですけど、はい、見てください、見て、超かっこよくない？今週やばいよね。ブラジルリーグのですね、年間 FP が来たのと、ファンズチョイス J1 J2 ということで、まさにこれあれですよ、僕が結構動画とかで出してる投票 FP ガチャなんですけど、回数制限がないので無限に引けるんですよね。いやー、コナミさん商売上手ですねって感じなんですけど、はい、選手数としてはすごく多いんですけど、自分の好きなクラブの選手が出るまで引き続けることができますので、はい、これはですね結構熱いんじゃないかなと思っております。いやー、これ面白いですね。で、 J1 J2 あって、ブラジルリーグと、そんな形になっております。で、まあ、J リーグに関してはですね、あの J リーグのサポーターの方は引いていいと思うんですけど、基本的にですね、まあ、無課金で、そこまで J リーグにこだわりない方にとってはあんまりおすすめのガチャではないので、今回の動画ではこのブラジルリーグのガチャの解説と、あとは僕の方で3回引いていきたいなと思っております。いやー、でもさ、今年もたくさんたくさんたくさんガチャ引いてきましたけど、なんか木曜日に引けるのが最後だと思うとちょっと感慨深い気持ちになりますね。なんか僕、木曜日の FP ガチャってすごい好きで、なんか CS ガチャってさ、結構前々からどこが来るか分かるし、メンツもですねリークされるじゃないですか。で、まあ、そのリークの良し悪しはあるんですけど、僕の中では結構リークが出ちゃうと見ちゃうタイプなので、なんか木曜日って結構メンテ開けた時に誰が来るって楽しみがあるじゃないですか。だからこそなんか木曜日ってちょっと特別な気がするんですよね。はい、ということでこのガチャなんですけど、はい、このガチャですね、よく見たら POTS なんですよね。はい、これ何かっていうと、プレイヤーオブザシーズンなので、ちょうどですねこの前ブラジルリーグが終了したので、そのですね、まあ、リーグの優秀選手たちが選ばれたと、そんな形になっております。で、このメンツなんですけど、マジでやばいんだよね。めちゃくちゃ優秀な選手いっぱいいて、まずはですね初登場エベルトンですね。この選手初期で総合値92なんですけど、総合値98まで上がるらしいですね。エベルトンっていうとですね、僕の中ではコパアメリカで爆発した印象があるんですけど、いやー、強いっすね、この選手は。シンプルに、はい、インサイドレシーバーで結構サラーに近いような能力値を持っていて、さらにですねセンターフォワード適性あるので、CF で使うのも全然ありな選手だと思いますね。あとはですね、アラスカエタ選手、多分使った人全員がアラスカエタって言うと思いますね。で、見て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 、2列目からの飛び出しで、この安定感よ。マジで何でもできる2列目だし、コンアン7、そしてスキル豊富でスパサブ持ちと、いやもうね、説明不要ですと。はい、基本的にこのガチャで言うのであれば、はい、ゴールキーパーの、なんだこの読み方、待って、ボウピでいいのかな、日本人にとって読みにくいけど、このボウピ選手以外は全員当たりだと思っていただいて大丈夫ですね。はい、もちろんですね、あの複数登場の選手も多いので、かぶりだとあれっていうのはあるかもしれないですけど、ゴールキーパー以外全員大当たり、そんなガチャになってるんじゃないかなと思っております。いや、本当に熱いですね。はい、で、あとはですね、年末年始の FP スケジュールっていうのも判明しました。はい、で、僕の中での予想はこんな感じの予想だったんですけど、はい、なんとバッチコリと当たりましたね。はい、12月30のインテル&ナポリが確定ということで、まだですね1月6日にアーセナル&ユナイテッドが来るかどうかっていうのはね、公式から発表されたわけではないんですけど、はい、リーク情報と照らし合わせると、まあほぼほぼ間違いないと思いますので、はい、基本的にはこんな流れで進んでいくんじゃないかなと思っております。まあ個人的にはですね、投票 FP ガチャとかサプライズで来てほしいなって気持ちはあるんですけど、まあちょっとね希望的観測なのかなっていうところですよね。はい、で、これも踏まえてですね、ガチャ優先度を話していきたいなと思うんですけど、はい、今回 A 評価でいいんじゃないかなと思ってます。しかも正直言って A 評価の中でも結構高い方の評価だと個人的には思ってますね。まあ、今回このガチャですね、あのマジで能力値すごいですし、明確にですね微妙って言えるのはマジでゴールキーパーだけですかね。で、さらにいいのは、おそらくですねブラジルリーグの CS ガチャって引いてない人も無課金だと結構多いと思ってて、はい、なのでこのチャンスで本当にですね各ガチャのいい選手だけが集まったっていうのは、本当に熱いんじゃないかなと思っております。で、直近で言えばですね、週刊 FP も今日も来週もお休みですし、CS ガチャも判明してるので、はい、あとは他 CS との兼ね合いになってるんじゃないかなと思っております。個人的にはですね、年末年始に予定されてる CS ガチャの中でもちょっと後抜けてるかなと思ってますので、はい、基本的にはこちら優先で考えていただいていいんじゃないかなと思っております。で、アラスカエタ、バルボーザとかエンヒとかすでに持ってる方もいると思ってて、
まあ、ここ難しいんですけど、基本的には今回結構強化されてるんですよね。はい、なので被ってもまあしょうがない精神で僕は割とおすすめしたいかなって思ってるんですけどね。まあそんな感じで、基本的にはかなりおすすめだと思っていただいていいんじゃないかなと思っております。で、1個だけ注意点があるのは、ブラジルリーグが終わってしまったということはライブアップデートがブラジルリーグはないんですよね。ここはですね、次のリーグが始まるまで数ヶ月間は C 固定になるので、ここだけはちょっと注意点ですね。はい、まあ今回で言うとゴールキーパー以外はコンディションある程度高いので明確な欠点になることはないんですけど、まあやっぱりですね、調子考えればライブアップデート重視で選手を起用していくっていうのは結構大事になるので、ここが引っかかる方は引かないのもまあ一つなのかなとは思ってますね。はい、ただ能力値すごいので僕としてはやっぱり引いてほしいなっていう気持ちはありますね。はい、ということで行きましょうか。でもちょっと1回のさ、いつもだとなんかこのレジェンドガチャで腕試ししてるけど、今回これでいこうか。ファンズチョイス J1 の方で1回引いていきたいなと思います。さあ行きましょう。どこ、誰がいい、誰がいい、いや誰でもいいな。でもイニエスタせっかくなら欲しいのは、ゾウも黒玉なんだ。黒玉になったゾウって感じですね。はい、ということで行きましょう。さあ誰が来る、やばい、にわか発動しちゃう。 J リーグにわか発動する。多分ねチーム見ても誰が来るか分かんない。さあこのね、この日本に落ちる感覚久しぶり。さあ誰が来るでしょう。おーっと、さあ体も球も金玉。さあ誰、あ待って、これさ仙台の選手じゃない、仙台のさ、すげえ強い選手じゃなかったっけ。この選手一回なんか J リーグガチャの方で引いた気がする。あ、そう島尾待て選手、すごいさフィジカルが強くて、いやこの選手めちゃくちゃ当たりじゃない。ちょっと待って能力見よう。おお、1レベでこれか、強いな。混乱だけが不安だけど、おお待てこれ強いね。はい、島尾待て選手ありがとうございます。さて皆様準備はよろしいでしょうか。今年最後の木曜日ガチャ、僕の中では気合を入れて今年全ての運を使い果たしてでも当てていきたいなと思っております。で、狙いはですね、僕実はアラスカイタだけは持ってるんですよね。なのでまあでもアラスカイタ出てもいいんだけど、まあいっか、誰が出てもいいや今日は。はい、ということで行きましょう。まあでもアラスカエタ、エベルトンあたり欲しいですね。さあ誰が来る、誰が来る、一発目。さあここにブラジルに落ちても心配がない。こんなことがあったか。お、待って、これは誰だ。ドゥドゥかな、ドゥドゥじゃないかな。さあどっちだ。おー、ドゥドゥでしたね。ドゥドゥということでありがとうございます。ドゥドゥも結構当たりですね。ドゥドゥはとにかく評判がいいんですよね、なんかね。はい、使ってみるとめちゃくちゃ使用感がいいっていうね。なんだろうな、なんかいい例えが思いつかないかな。うん、全然思いつかなかったわ。はい、ということでドゥドゥ選手ありがとうございます。ドゥドゥは2回出てこなくていいからね。ドゥドゥだけにしといてね。2回出てきたらドゥ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 になっちゃうからね。はい、ということで2回目いきましょう。さあお願いします。いやでもエベルトンかアラスカイタなんだよな、やっぱり。やっぱりあの二人欲しいな。エベルトン、アラスカイタ。でもジョルジでもいい。さあ、来い。もうここまではブラジルリーグよ。分かってる。来い。待って。嘘だろ。お、待って。15番。あれ違うな。あ、びっくりした。ドゥドゥかと思ったけど、違う方のパルメイラスか。あれこれさ、センターバックの選手だっけ。あ、これセンターバックの選手かな。おー、グスタボ・コメス。まあ、悪くないですね。パルメイラスクラブセレクション、これね。パルメイラスクラブセレクションで合ってますかね、これね。はい、あー、びっくりした。一瞬比較したかと思ったけど、さあ。まあ、いいんじゃないかな。グスタボ・コメスもぶっちゃけ全然悪くない。本当にこのガチャマジで外れないから。ゴールキーパーだけかな、本当に。何度も言っちゃって、ボーピ選手には申し訳ないんですけど、マジで、いいかな。パルメイラス、待って、パルメイラス2枚抜きしてんな。まあ、最後は、じゃあ違うユニフォーム見たいですね。はい、ということで、いやー、泣いても笑ってもらっせや。こうやって毎週たくさんの方に見守られながら毎週引いてきましたけど、いやー、締めたいね。いい引きで締めたい。さあ、最後、行きましょう。レッツゴー。さあ、お願いします。さあ、ラスト、いいよ。さあ、ブラジルに落ちたその先に見えるのは、頭の中に駆け巡る博打の記憶。今までたくさん被って、僕も被ってるけど、被ってきました。この、被り地獄から、抜け出せるのか抜け出せないのか、2019、締めのガチャ。いや、正確には CS ガチャがあるから締めじゃないけど、絶対に、みんなにいいところを見せたい。さあ誰でしょう。ガブルなバカ野郎、比較した。これが比較の生き様じゃ。本日も動画見てくれてありがとうございました。いやー、最後の最後までなかなかの引きでしたね。はい、前回のチェルシー CS でカンテ当てたので、多分2019年の運は全部そこに使ったんじゃないかなって思いますね。はい、ということで今日も先週のロッククイズぜひやってみてください。この後のですねエンディングに答え書いてますので確認してみてください。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。